在用アメリカ空軍はアメリカ空軍における主要軍団の一つ。部隊管理上は空軍参謀本部に直属し、作戦式場はアメリカ欧州軍の指示を受ける。ドイツのラムシュタイン空軍基地に司令部を置き、現在は大将が司令官を務めている。現任司令官はジェフェリー・ハリジアン空軍大将である。 現在の現役軍人数は4万2000人以上に上る。在欧アメリカ空軍の目的はヨーロッパ地域でのアメリカ空軍による航空宇宙任務の執行である。管轄地域は3つの大陸と91カ国を含む2000万平方キロメートルの面積で世界の4分の1の人口を守ることになる。具体的な管轄地域はイギリスからトルコにまで至る。 ヨーロッパだけではなく、アジアやアフリカ地域の一部にまで、管轄地域が及んでいる。在用アメリカ空軍は、NATO とも共同訓練を行うなど、有事に備えている。第31戦闘飛行隊の F-16、シーイングランドを飛行する u 政府の KC-135 在用アメリカ空軍の前身は、アメリカ陸軍航空軍の航空軍の一つである、第8空軍であり、 これは第二次世界大戦中にヨーロッパ地域への戦略爆撃を行っていた。ヨーロッパにおける第二次世界大戦の終結後、在イギリスのアメリカ陸軍航空軍部隊は大部分が廃止され、1945年8月にはヨーロッパ地域で活動するアメリカ陸軍航空軍部隊は在欧アメリカ空軍に再編された。当初はパリ郊外に司令部が所在していたが、 1945年9月にドイツのウィースバーデン空軍基地に本部を移転している。ドイツ上空を飛行する RB-24 第二次世界大戦後、アメリカとソ連は相互不信の状態が続き、次第に両国間で対立構造が生じた。ソ連は共産権となったドイツなどから西ヨーロッパに圧力をかけ始める。事態を重く見た。 アメリカ側は東ヨーロッパに向けて偵察飛行を展開した。この偵察飛行では主に写真撮影や地図作成などが行われた。1945年秋から1949年まで中央ヨーロッパ、北、アフリカ、大西洋諸国などに向けての偵察飛行は在欧アメリカ空軍が行った。偵察飛行は RB-17 や RB-24 などによって行われた。しかし、偵察飛行はソ連周辺部のほかソ連本土にも侵入していた。1946年には、数度にわたってソ連側がアメリカ機に射撃するという事件が起こり、アメリカとソ連の間では緊張が高まった。同年に、当時のハリー・エストルーマン大統領は、 在欧アメリカ空軍に対して警戒態勢を高めるよう指示し、同年後半から1947年にかけて、相次いで B-29 を西ドイツなどに配備している。またこの間、在欧アメリカ空軍はドイツに対し物資の空輸などの支援を行った。この空輸作戦はベルリン空輸と呼ばれる。1949年3月に、 雪が積もるビースバーデン空軍基地に C-54 がベルリン空輸に参加するため中期し、作戦が開始している。アメリカ海軍とイギリス空軍の協力もあり、在欧アメリカ空軍は230万トン以上の食料や燃料、医療品を空輸している。1948年3月17日にはアメリカなどの西ヨーロッパ諸国とソ連との間で、 高まる緊張状態に対応するため、NATO が設立される。それによって、在欧アメリカ空軍も、NATO 戦略防衛に基づいて兵力が強化されている。1960年代には、フランスの NATO 軍事機構からの離脱に伴い、フランス国内の基地から撤退した。冷戦終結後は、兵力の削減が行われているが、湾岸戦争に際しては兵力を派遣しており、 有五分争にも参戦している。近年では、冷戦終結後の大路脅威の減少に伴い、陸軍における、在欧陸軍と同様に、在欧空軍も、基地の整理、閉鎖や、兵員の削減、作戦航空機数の削減などを実施している。また、オバマ政権では、世界金融危機に橋を発した、アメリカの不況と、財政赤字、債務残高の増大に伴って、 歳出の大幅な削減を進めており、国防分野についても削減が進められている。在洋空軍についても、例外ではなく、2011年1月には合理化策の一環として、司令官ポストを将来的にこれまでの対象級から中上級に改めることで部隊の事実上の規模縮小、格下げを実施する予定であることが、 ロバート・ゲイツ国防長官より発表されたがこれは実施されなかった。2015年1月にはイギリスのミルデンホール基地の移転閉鎖、レイクンヒース基地への F-35 の配備など、アメリカの国防予算の大幅削減に伴う大規模な再編、統合計画が発表されている。ありがとうございます。